なおチャンネル。はい、どうも皆さん、こんにちは。なおチャンネルのなおくです。さて、いよいよゴールデンウィーク企画、5日目、最終日でございます。イェーイ！いやー、もうあっという間に、もう、最後になりましたね、ゴールデンウィーク企画。いやー、早かったねー。っていうかもう、この5日間、めちゃめちゃ食いました。なので、今回は最後、デザートでいきたいと思います。今回やるデザートはこちら！じゃじゃん！巨大ティラミス！巨大ティラミス？なかった！ティラミス！いやーね、これびっくりしました。まさかティラミスがこんなにでかいサイズあると思いませんでした。なので、今回の企画はこの巨大ティラミスをね、食べたいと思います！待って、このサイズなんか思い出した。令和ありがとうっていう企画でなんかやったね。この巨大サイズで2つ食べて、あげくに死んだっていう。でもこれだったらね、さすがにね、僕すぐ食えると思います。いやー、あれ二つやった俺がバカだったんですけども。なので、ゴールデン企画、最後の5日目は、こちらをね、食べていきたいと思います。では、それではやっていきましょう。レッツゴー！では、食べていきたいと思います。いやー、でかいね、これ。いや、絶対いい匂いだよ。いい匂い、いい香り。あれ、どっちだろう。うおー、いい匂い。甘い香りがします。でもさすがにな、なんか普通に食べるのもあれだから、ちょっと何秒で食い終わるか、やってみようか。うん。そっちの方がいいね。いや、でもこのサイズだったらすぐいけるんじゃないかな。うん。では、早速、タイマー測っていきたいと思います。では行きます。よーい、スタート！よーす。うわ、でかっ。いやもうこれね、チョコの粉と生クリーム、そして間に入っているもうパンケーキのみたいなやつ、もうこの3色がね合わさってても本当に It's very good。 もうね、やっぱりね、この3種類がね挟まってて、それを同時に食べたらもうめちゃめちゃ甘いね。うん、美味しい。待って、これ結構腹くるな、これ。待って、これでっかいわ、やっぱ。はい、美味しい。生クリームがすげえ。あ、じゃめちゃめちゃ甘いわ。そりゃそうだね、これシェアするサイズだもんね、本来なら。それ食ってんだ俺、すげえ。おわ、あー、その前にスニッカー1本食わなきゃよかった。スニッカー、スニッカーズだ、間違いだ。スニーカーとスニッカーズがごっちゃになってしまった。あーやばい、あーやばいやばい、これ結構腹くる、やべえ、ほんとやばい。生クリームが効いてくる。あ、やばい、止まってきた。でもね、あとほんの一口、うん、あと一口だけです。おー、結構腹くるね、これ。うわ、ほやっとだ、おい。ということで、食べ終わったタイムね、こちら6分5秒40。おそー。これね、実際ね、食べてみたんですけど、すごい甘いから、結構ね、お腹がたっぷんたっぷんになりました。あのね、最初ね、すっげー飛ばしすぎた。ゆっくり食べればよかった。何秒で食べれるかどうかっていうのをね、やったんですけども。まあ、最初えげつなく飛ばしちゃったから、もう腹めっちゃくるね。令和ありがとうでの企画で、よくこのでかいサイズを2つ食べたなって改めて思いましたわ。いや、でもあの時も本当に2つ食べた後、マジで死にました。食べてる途中には言いましたが、このティラミスはね、シェアする用のサイズでできますので、これは本来1人で食べるものではないですね。ということでね、
ゴールデンウィーク企画5日目最終日、こんな形で終わりました。なんか最後ね、こういう感じで何秒で食べれるか、何秒じゃねえわな、何分で食べれるかどうかっていうのあったんですけども、この5日間ね、ゴールデンウィーク企画やってみて、まあいろいろと食べました。でもその中でもちょっとできなかったやつもねあったりしたので、まあそれはちょっと悔い残りますけども、このゴールデン企画でいろんな視聴者さんがねまた見てくれて、そしてねチャンネル登録者数もね、増えてきたので、本当にありがとうという気持ちしかないです。本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。ゴールデンウィーク企画はこれでねおしまいになってしまうんですけども、なおチャンネルはずっとこれからも変わらずにやっていきますので、どうか皆様応援の方よろしくお願いします。ということで今回ですね、ゴールデンウィーク企画最終日、巨大ティラミスをね何分で食べるかって言いました。途中企画の趣旨変わったけどね、最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上のチャンネルのなおとした、またいつかお会いしましょう。 See you! ゴールデンウィーク企画本当にありがとう。そして見てくれてありがとう。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you!